転回転の練習方法に興味のある人が結構多いみたいなので、これをやればできるようになるというやり方をちょっと言いたいと思います。まず転回転をゆっくりでも探し出すことができる人という前提で、第一転回転、メジャートライアドの第一転回転をまずサークルオフィス F B フラットっていう風に探していく。これゆっくり確実に探す。まずはこれができる状態にまでなってもらって、これをこれぐらいのテンポ60ぐらいですね。 F これぐらいのテンポでの間に収まれるぐらいにまで練習していく。でこれをこの動画と同時に一緒にやってもらったらいいと思うんですけど、次は1個目を鳴らさずに次だけ鳴らす。構えだけして E フラット、次は2拍目で、これをこの動画と一緒に毎日やってもらって、まあ、できるようになれば、その次はもうこの最初に弾かなかった分も省く。まずはこれでゆっくり探して弾けるようになった状態でテンポで頭に持ってくれるように拍の頭に A フラット D フラット G フラット B Eこれを毎日、30日ぐらいはやった方がいいです と思いますね。すると慣れてくると思うんで、まあ、慣れる前からこの練習する時点でも両手でやるか、
左手はベースだけか両手でやっておくとバランスのいい練習になると思う。ゆっくりのインテンポで弾けるようになると速いテンポで弾くのもすごい簡単になります。ゆっくりのインテンポでできるということはテンポの中でもう次に弾く音が分かっている、形が分かっているってことなんで、形さえ分かっていればもうあとは指が追いつけばいいだけなので、はい、これを毎日30日ぐらいやってみてください。